どうも、サメ村ジュゲムです。ジュゲムのお母さんザメなんですけど、道の駅のスタンプラリーが好きなサメなんですね。で、この前ですね、一緒にそれに付き合って札幌周辺の道の駅何個か行ったんですよ。で、その時に、札幌から結構距離がある、片道2時間ぐらいあるんですかね。そこにファミリーマート大島っていう名前の、コンビニじゃなくて個人経営っぽい佇まいのお店が、ありまして、で本日なんですけど、まだ浦見さん来てないんですよ。これから浦見さんここにやってくるんですけど、浦見さんにちょっとファミリーマートに行きましょうと伝えて、そのファミリーマート大島に連れてってみようかなと、ドッキリ企画ですね。ということで、浦見さんの到着を待ちたいと思います。もうすぐ？おはようございます。動画撮っていくんですけど、はい、ちょっとその前に一旦ファミリーマートでも行きません？ファミリーマート？そうっすね、ちょっと一旦飲み物とかも欲しいんで。浦見、セブンがいい。セブンがいいっすか？はい。あ、でもファミリーマートでいいっすか？はい、わかりました。ファミマに、ちょっとファミリーマートにまず一回行きましょう。はい、一旦。はい、ファミ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 マー。じゃあ行きましょう。はい。え、今？そうですね、一旦ちょっと行ってこうかなって。レッツゴー。戻ってくんの？一回帰ってくんの？え、マイクは？ファミチキ？今日天気っすね。天気いいね。暑い。近所ファミマ？ファミリーマート。ここは入んないんだね。イート、ビート、エイート、ビート。あれファミマ、あ、入んないんだ。ファミリーマート。ファミリーマートが全然わかんないな。ファミリーマート遠いね。どこ連れてかれるの？なんか人全然いない。人いたら言おうかな、誘拐ですって。簡単に逃げれそうな状況ですけどね。そしたらファミマ行くだけなんでって言いますよ。コンビニない。コンビニないっすね。靴下買おうかな。あ、ファミリーマート靴下有名ですもんね。すごい、なんか牛とか馬とかいそうじゃない？いそう。いや、もうないってファミリーマート。いや、ありますから、ファミリーマート。今どこに行くねん。ファミリーマートに向かってるんですから今。誘拐だ、誘拐。あ、牛、牛。お、お、すごいすごい。わ、すごい牛。なんかいそうじゃない？なんで馬探しに来たのねえ。馬探しに来たの？馬主になろうのかい？いや、馬探しに来たのじゃない。ファミリーマート行くんですよ今から。いや、だって馬、え、違うの？名前何にする？馬見つけたら。うん、馬見つけても自分のものにできるかな。名前何にしようね。恨み帝王とね。恨みの帝王？恨みの魔皇。恨みの魔皇霊カルキン。あ、いいな。よくないわ。いいなじゃない。長いし。持って帰ろう、魔皇霊カルキンを。別に魔皇霊カルキンで出しちゃダメな名前じゃないですよね。薬物やってっから。いや、過去そういうことありましたよね。今もやってんのかな。一回やったらそうだよね。一回やったら、いや、更生する人もいるでしょ。マイケル・ジャクソンの長いですよね。アメリカ？どこかわかんないけど、マイケル・ジャクソンって仲いいイメージありますよ。なんか子供だったからなのかな。なんか問題あるのかわかんない。なるほど。そうか、じゃあマイケル・ジャクソンもジャニー喜多川みたいなことって言って、なんか少年になんかありませんでしたニュース。それは
疑いじゃない。あれは噂でしかない、ゴシップ。事実ではない。ジャニー喜多川は事実。事実。そうだよね。え、もうすぐ着くの？いや、もうそろそろですよ。もうそろそろファミマは多分この道沿いなんですよね。これ？今の？いや、違う違う。なんか牛の尻みたいな見れたよ。ねえ、今のとこ行かなくていいの？ねえ、牛の尻みたいな見れたよ。え、そうなの？なんか触り放題っぽかったよ。牛の尻触り放題のとこ？牛風俗？牛の風俗だったよ。すごいな、やだな。よし。え、着いた？ほら、着きましたよ、ラミさん。郵便局やんけ。着きました。え？着きましたね、ファミリーマート。え、違うんだけど。え？緑のやつじゃない。ファミリーマート大島じゃないですか。なに？なんや？よかったね、ファミリーマート来れて。いや、ファミリーマート思ってたのと違うんですけど、靴下売ってる？これ手どうなってんの？こう？手こう？ねえ。手こう？手こうどうなってんの？で、手何？何？逆さグッド？逆さグッド？ねえ、これ。確かにそうだね。ちょっと手の描き方が。恨みと一緒で手描くの苦手なのかな？やっぱ雰囲気ありますね。まあこういう店好きですけど。マスクの着用。閉まってる？閉まってる。閉まってる。え。ということで。ファミリーマートにやってきました。やってきました。買いましょうか。まだ生きる、生きてやる、呼吸を止めてなるものか、エイトピート。買いましょうか。はい。やってなかった。やってなかった。最悪。マジか。ちょっと閉まってるか。